王権真樹説、または、真樹王権とは、王権は、神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は、人民はもとより、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝も含めた神以外の、何人によっても拘束されることがなく、国王のなすことに対しては、人民は何だ反抗できないとする、政治思想のことである。ヨーロッパの絶対王政期において、長らく、 神の代理人とされてきたローマ教会の権威、権力からの王権の独立と国民に対する絶対的支配の理論的根拠となった。代表的な論者にフランスのボダンやボシュエ、イングランドのフィルマーなどがいる。皇帝は神によって選ばれ、その恩寵を受ける存在であるとする神朝廷理念が4世紀の恐怖エウセビオスによって定式化され、先制君主世紀における ローマ帝国の皇帝権を支える思想的根拠となった。ヨーロッパでは中世を通じて王権はキリスト教的な市上権から普遍的な支配権を主張する皇帝権、教権に対抗し得る神聖性や霊性を民衆の神聖のうちに獲得しようとし、また実際に王権はある種の霊威、あるいは超自然的権威を自ら位置づけることに成功した。 このような位は当初偉大な王の個性に基づいて一代限りのものであると考えられていたが徐々に世襲されるようになり儀礼も備えて王権とそれを世襲する王家に一種のカリスマを付与することになった。こうした位は王権が強権に対して一定の自立性を示す根拠となった。宗教的儀式によって王は反聖職者的性格や 奇跡的治癒能力を付与されると解釈され、王は聖職者に対しては優位性を主張し得た。礼儀は王権が強権に対して一定の自立性を示す根拠となった。イングランド、エドワードザンゲ王の礼儀イ,イングランドにおける国王の礼儀を表す初期の礼は、ノルマン朝のヘンリー一世によるもので、王はおそらく類歴患者にその手で触れることにより、治療を行っている。 この王権による累歴治癒能力はおそらく後述するカペー朝がすでに行っていた累歴治療に対抗するためにエドワード残下王の説話を用いて設定されたものでカペー朝の王権に対抗するためのものであったと考えられている続くプランタジネット朝の時代にはヘンリー二世がすでに累歴治療をお手によって行っているのはほぼ確かでエドワード一世時代には 治療を受けた者に王が施しをするのが明らかになっているので、会計記録からその集計を知ることができる。この類歴治癒の例の根源は、国王がとゆされ性別されたことに由来するとされた。エドワード二世の頃から、別種の奇跡、指輪の奇跡がイングランド王権の儀式に現れる。これは、毎年復活祭直前の金曜日に王がまず一定の金銀を寄進した上で、 それを買い戻し、買い戻した元の寄進の金銀で指輪を作るという儀式で、こうして作られた指輪は、痙攣や転換の病人の指にはめられると、病を癒すと考えられていた。この儀式では当初、寄進された金銀が生成を帯びると考えられ、王権は直接に、霊威の由来とはされなかったのであるが、チューダー朝のヘンリーパッセイの頃には投入された王権に、 由来するものと考えられるようになり、この時期にはすでに儀式において買い戻しの行為が省かれていた。指輪の奇跡は宗教改革の時代に批判にさらされるようになり、エリザベス一世によって廃止された。一方で類歴サワリの方はしばらく存続した。スチュアート長所期には熱心に類歴サワリが行われたが、オランダ人であったウィリアム三世はこの儀式に否定的で、 患者に触ろうとはしなかった。続く、安城王は、類歴サーリを行ったが、ハノーバー最高全く行われなくなった。フランス、セイマルクールのレイフランス王家の紋章フルールドリス。14世紀半ば頃に、ユリモンをめぐって一つの説話が作られた。フランク王、クロービスのロイヤルタッチ、太陽を断イ14世のロイヤルタッチフランスでは、カペー朝の初期、 フィリップ1世がおそらく類歴触りを行ったと考えられている。フィリップ4世の時代にはフランス全土ばかりか全西ヨーロッパ規模でこの類歴触りは評判となっており、強行量であるウルビーノやペルージャからも地位を求める民衆がやって来ていることが確認されている。また中世を通じて医学書に類歴の治療法としてこの類歴触りが記述されていた。 一方で、ルイ六世の時代には、王妃や王冠がカール大帝の伝承に結びつけられ、カロリング朝とフランス王権の間に関連的な連続性を生じさせた。フィリップ四世の頃には、このルイ歴触りがクロービスの洗礼に由来する。クロービスは、キリスト教に改修したメロビング朝君主であるが、中世フランスでは、というされて性別されたと誤って信じられていた。 とゆされた王の霊によるものという観念が現れている。そしてこの伝説は、ランス大聖堂に、クロービス以来の聖光湯が、聖瓶に保管されており、王の即意式で王は聖光湯をとゆされ、性別されるという観念に、繋がった。中世末期になると、この類歴触りに、別個の聖マルクールの類歴治療信仰が混入し、区別がつかなくなった。マルコブロックによれば、 中世末の王権論者は、すでに王権の生成において、というさえ問題にしなくなっていたという。マルコ・ブロックは、著者不明の説話集、カジュへの無双から次のような事例を引く、王がというされて性別されるのは、見せかけだけに過ぎず、実際は、フランス王権固有の生成が、王権の治癒能力の源泉である。なぜなら、他のというされた国王たちは累歴を治癒することが、 できないのだから。ここには明らかに、フランス王権の優越性を主張する国民的な感情が見て取れる。バロア朝のフランソは一世の時代には、王の類歴治癒能力がこの聖者に由来するという観念が一般化していた。フランス王は、コルブニーにある聖マルクールの遺骨の前でミサを行う、際に類歴触りも施すようになり、それを目的として参集する病人が年々、 増大した。フランスのルイレキサリは、ブルボン朝のルイ16世の時代まで熱心に続けられていたが、フランス革命が起こると王は、真珠建設とともにこの慣習も捨てることとなった。これ以降は、シャルル10世の時代にルイレキサリの復活が試みられているが、王自身も否定的であったので1825年に1回行われたのみでこれが最後の事例となった。 教権の宗教的権威への挑戦このような王権の超自然的権威はローマ教皇の宗教的権威、具体的には教皇直所唯一の聖なるへの挑戦であった。この教皇直所はボニファティウス発生により出されたもので、教皇は世俗的領域と宗教的領域の両方で史上権を有していることを述べていた。 以後歴代教皇はこの直所を基本的に踏襲し、教皇主意見を擁護する聖職者、進学者たちはこれを、しばしば引用したばかりか、ややもすれば、拡大解釈して、教皇の特権を強調した。王権の、類歴触りに関してはしばしば異端の疑いを受け、また宗教的権威において、教権に対しての王権の優位性を根拠づけることに、成功したとは言い難いものの、 中世の後期には民衆の間でこの慣習が広く受け入れられていた。王の二つの体中世前期、皇帝派の著述家たちはしばしば王が霊的な権老を有していることを主張した。カロリング朝時代、カスウルフはカール大帝について次のように述べている。我が王よ、何時は何時の王たる神の代理人であることを常に頭に止めておかれますよう。 司教は二次的な地位にいるにすぎません。また、同時代のある金は、カール大帝を、教皇やビザンツ皇帝よりも上位に考えている。それに対し、教皇派の著述家たちは、王権の聖職者としての性格を拒否した。王は、純粋に世俗的で、肉体的な自然的体を持つ一方で、王として問いされた瞬間から、他の世俗的権力者を超越する霊的体を持つと、 考えられ、皇帝派によって大いに懸念された。12.13世紀の皇帝派はむしろというをすでに重視しなくなっていた。彼らによれば、皇帝は教皇が存在する以前から存在し、この世のあらゆる権力は神に由来するのであるから、古代の皇帝はというで性別されずとも完全な権力を有していたことになる。したがって、彼らにとって、 というとは皇帝を教皇が承認する行為に過ぎず、皇帝権は教皇権に由来するものではないとされた。中世後期には法学理論によって武装した皇帝権は帝国直令リケットユーリスによってその申請性を確立する。この直令によって皇帝の権力は神の実に由来し、皇帝は選挙によって選出された瞬間から教皇の承認や追認なくして、 権力を行使することができるとされた。強硬派は王に対するというが、司教に対するものと違って、魂に何の影響も与えないつまり何の奇跡的影響も王にもたらさないため、王の生成の根拠にはならないという意味。これは、ヨハネス22世がエドワード2世に述べた言葉。しかし、ローマで行われる皇帝の戴冠式以外に、 教皇は影響力を及ぼすことが結局できず、イングランドやフランスでは伝統に従ってというが、行われ、むしろ中世後期には儀式における典礼的、神秘的な洗練は強められたとして、前者の考えを否定した。中世後期に至ると、王の霊的権能のほとんどは、名目的な称号や役職へと退化していたが、それでも著述家たちは、 王が単に世俗的な支配者であるに止まるわけではないことを強調した。これには中世に発達した法学の影響がある。王権は女人権闘争の過程で失った聖職者的性格を新たにローマ法哲学によって回復するに至った。このことはルッチェーロ2世が1140年に出した法令の序文に如実に表現されている。神へのこの封建により、 王の職務は、自らに司祭としての特権を要求する。このことにより、ある賢者や法学者は、法を解釈する人々を、法の司祭と呼ぶのである。中世の多くの法学者が法を扱う裁判官や、法学者自身を、司祭になぞらえており、それらの職業を申請するに至った。そして、世俗国家に新たな生成を付与することに成功した。王は、 あらゆる法的義務から超越し、正義の源泉であると考えられた。その過程において、王権は王個人と区別して観念されるようになった。法学者たちは、王には自然的体と政治的体の二つの体があり、自然的体は可視的な王の生まれながらの体で、あるが政治的体は不可視かつ不可視で政治組織や政治機構からなり、 公共の福利を図るために存在していると考えた。イングランドでは1534年の宗教改革によって英国国教会が組織され国王に帰属されたために王は政治的体の他に霊的体も獲得した。チューダー朝からスチュアート朝に至る絶対王政の中でイングランド王権の象徴権能は強化されていったがやがて新教と革命によって 共和制が樹立されると政治理論における正当性を徐々に失っていった。名誉革命によって立憲君主制を目指す方向性が定まると王の体は王権の象徴としての意味を失い、王権はイギリスの法によって規定され直された。ビクトリア女王の時代には王権は国民の統合の象徴として観念せられ、家庭的イメージや 母性的イメージを付加されていくことになる。神から王冠を授けられるチャールズ一世ヨーロッパの中世末、封建領主のもとに霊属する濃度を主たる労働力としてきた荘園経済は行き詰まりを見せてきた。危機に陥った貴族や聖職者などの封建領主層は様々な形で巻き返しを図ったが、他方ではアメリカ大陸から銀が大量に流入することなどによって、 貨幣経済が進行し、進行の市民階級が台頭してきた。しかし、その市民階級も単独で、政治や社会を動かす力はなかった。こうした中で、王権は市民階級の力を一部取り込み、封権領主を信領化し、国外的には、常備軍を設けて、強権や皇帝権に対抗しながら、国内的には、封権勢力の抵抗を抑えようとした。 このようにして展開された絶対王政であったが、実際には微妙な均衡の上に立っており、自らの支配権は神によって授けられたものであるという王権神授説によって、自己の権力の正当化を図った。王権神授説を信奉した君主としては、イングランドのジェームズ一世とその息子チャールズ一世や、フランスのルイ14世が有名である。中でも、ジェームズ一世は自ら、自由なる。 君主国の真の法という論文を書いており、ここで言う自由なる君主国とは、王は議会からの何の助言や承認も必要なく、自由に法律や直令を制定することができるという意味である。ジェームズ一世は1609年のイングランド議会でも王が神と呼ばれるのは正しい。その訳は王が地上において神の権力にも似た権力を振るっているからである。 王はすべての親民のあらゆる場合の裁き手であり、しかも神以外の何者にも責任を負わないと演説した。ボシュエシ教像を王権神授説を初めて唱えたのは16世紀フランスの法学者、経済学者として知られるジャンボダンであった。フランス国内を二分した宗教戦争であるヨグノー戦争のさなかにボダンが表した国家論では 王権侵受説を含む近代的な主権論が説かれている。イングランドにおいても、ロバート・フィルマーが、普権論において、国王の絶対的支配権は人類の祖、アダムの子供に対する不権に由来するとの論を展開している。ジャック・ベニー・ボシュエは、フランス教会の独立を擁護し、哲学入門、世界史除雪、棺前説教集等の著書で知られる思想家であり、 宮廷説教師として知られる。その概要は、ルイ14世の王太子に抗議した一説に端的に現れるとされており、世界史除説においても、神は国王を使者としており、国王を通じて人々を支配している国王の人格は神聖であり、彼に逆らうことは神を冒涜することであるとの記述が見られる。 この王権神授説の理論的根拠としては、新約聖書のローマ人への手紙13章が考えられている。17世紀のイギリスでは、新京都革命や名誉革命などの市民革命の結果、議会王政が確立した。また、こうした情勢の中で、君主の支配権は国民との契約によって認められたものであるとする社会契約説がトマス・ホップズや、 ジョン・ロックによって唱えられて、王権真珠説は次第に否定されていった。社会契約説はフランスにも伝わり、ジャン・ジャック・ルソーは人民主権の概念を打ち立てるに至った。ロックやルソーの思想は、フランス革命やアメリカ独立戦争にも大きな影響を与えた。ただし、今日においても王権真珠説はイギリス王室の戴冠式において、新国王に聖意をつける儀式などにその名残が、 見受けられるとする指摘がある。王権神授説はまた、主権者無闘石の原則の現象的な現れとして、把握することができ、行政権が法の支配を受けるようになった、近現代史においても、国家無闘石の原則そのものは長く採用されてきた、経緯がある。ハンムラビ法典古い文明の一つ、メソポタミア文明では、王は神の代理人とされ、これは、 同じ古代オリエント文明でも、現人神であるエジプトのファラオとは対照的であった。よく知られたハンムラビ法典では、王ハンムラビが神様氏より、王権の象徴の輪と聖杖を授ける図が描かれている。その下に彫られているのが、目には目を、歯には歯を、で有名な条文である。このように法治を託されたという面もあるが、 代理人たる王を通した神への民衆の信仰心が大きかったことが伺える。ありがとうございます。